私たちウォリアーズのマネージャーは、日々の練習運営だけでなく、試合の運営や合宿の企画、会計管理など様々な仕事をしています。私たちの仕事が直接チームの勝利に貢献することはありませんが、選手がアメフトに専念するために私たちの存在はなくてはならないものです。一つと一つの仕事がチーム全体に影響するので、その分責任感は大きいのですが、達成感が味わえると思います。皆さんも私たちと一緒にチームを導くという立場から日本一を一緒に目指してみませんか。新刊イベントでお会いできることをここでよりお待ちしています。パートの仕事は、まあ、主に、プログラミングとかをすることによって、チームが使うシステムなんかを作ったりしています。チームの根幹に関わるような感じなので、頑張っていろんな人から感謝を伝えるということが多くて、やりがいの一つになるんじゃないかなと思っています。これからプログラミングを始めたいという支援者の方にはもちろん教えますし、上級者の方はバリバリ SE バードに引っ張っていってもらえるので、一つのチームの失敗のリーダーとしての経験みたいなのを詰めるんじゃないかなと思っています。ぜひよろしくお願いします。